押す。メガネどこ行った？メガネ。あれメガネあらへん。メガネ。あと。はい。こんにちは。今日はね、この僕のお気に入りの机ね、これ学校机です。これ小学校とか塾でもらったんですけどね、学習塾で。ね、昨日やってたね、あの椅子稽古の椅子トレーニングの椅子もこれ一緒セットでね、2つもらいました。これ2つずつ。これお気に入りなんですよ。めっちゃいいでしょこれ。ね、ここにかけるとこついてます。今日はね、合ってるかどうかっていうか、合ってなかったら具合悪いんですけど、空手のね V って言ってこうちゃうよ。使う位置ですね、剣刀であったり手技ですね、手技で使うとこをね説明したいと思います。まあ各先生にね教えていただいてると思ってるんですけど、間違ってたらすいませんね。まずね、正拳ですね、正拳ね、正拳ね、ここの2本、まあ小指からこういうふうに握っていってですね、で4本の指をこういうふうにしてね、親指でこの中指にね、触るようにこうしますね。で小指と親指でしっかりグーッとこう握りしめてロックします。ロックね。はい。でここの2本の部分ね、2本だけ、人差し指と中指のこの部分の約、まあこんなもんですかね、指2本ぐらいまでで叩くようにします。子供たちってここが当たるんですよ。こうね、ミット叩いたらここが当たっちゃうんです。えいって言ったらこうなるんですね。これをこういうふうに、ね、ここを当たるようにします。だから稽古をするときとかも必ずね、こうやってね、ここでする癖をつけるね、こうしてやらないようにね、剣刀で何でもしますね。はい、これが正拳ですね。こういうふうな状態、正拳。まあ下突きで使うときもこうですよね。こういう、このときもね、手がこう、口が上になっちゃうんで、こういうふうにね、まあ効かそう思ったらこうなんですよ、実はね。こういうふうに、これは効かすためのものです。でも当たるときはやっぱここが当たらないとダメなんでね。はい。ほんでこれを縦にしたら縦剣です。縦剣ね、縦剣。はい、正剣ね、これ下突き使います。で裏剣はこの反対側ですね。この分でポーンとね、はい、これね、裏剣でこのねガーンと、ね、正剣はこういうふうに縦剣でコーン、ね、ね、はい、これはね、うちの一心がね、落書きしたやつ、バカだれ、ね、はい、まあ、いろんなね、こう目つきとかね、これから説明しますけど、はい、まず正剣、縦剣、ね、下突き、裏剣、ね、ね、はい、これは北斗の剣でしたね、手刀、ね、手刀。今度は手刀って書きますね、手刀。まあこれを包丁、刀と思って見てもらったら分かる。こっちが切れる方ですよね。こう切る方です。こっちでここの小指の付け根からね、ここの、手首のね、ここの部分ですね。ここが手刀です。バーン、ね、手刀です。バーン、ね。そしてこの反対側、峰打ちの方ですね。刀で言うと峰打ちの方です。バーンと切れない方ですね。切れない方の指をこういうふうにね、4本の指を合わせて親指をしっかりこうね、で今度は手刀の場合はね、この親指をグーッと上に向けるんですけどね、こういうふうに上に向けてまっすぐするんですけど、背刀の場合ですね、背刀の場合は親指を今度はね下に下げてますね。そしてこの三角形できますよね。ここ手首のとこと親指のとことね、人差し指の付け根のとこ、この三角形のとこと、まあこの辺ですね、まあ、三角形にして、これで背刀打ちですね。背刀打ちドーン、こういうしますね、最後に背刀打ちドーンね、ドーンドーンですね。こっちが背刀です。ほんでこっちが手刀です。わかりやすいですかね。はい、ね、そうですね。ここ、反対側、こっちは大阪ではね、なんでやねん、なんでやねんって言うて使うとこですけど、これは何もツッコミじゃなくて、ここは拝手です。拝手ね、拝手、ここは拝手です。覚えてるだけでしますんでね、何も書いてないんでここに、はい、これが、よく言うね、肉球です。
はい、肉球ね、ここは、小手って言います。小手ね、小手、小手ね、小手です。小手よくね、あの先生たちがこう瓦割ったりするでしょ、ボーンって。あれはここで小手でね、バーンと、まあ、寸形とも言いますけど、寸形ボーンってやったりしますよね。ここは小手です。これはね、試合でも使いますから、よく説明してるのが、ここ拳切ったりね、あの痛めたりした時にね、あのこっち側で叩いても OK なんでね。顔面叩いたらね、これ顔面叩いたらコラーってなっちゃうからね。はい、これはあの胸叩いたりね、足叩いたりですね、脇腹叩いたり、これは OK なんでね。はい、ぜひぜひ使ってください。あとは、あ、ここはね、ここピンヤ位置でよくね、ポンポンと使いますね。ここピョンと、これは鉄槌です。鉄槌ね、ポンバシンと、これも使います。試合でね、試合でも使いますしね、結構強いですよこれ。うちも試し割りとかよくするんですけどね、手刀でも割れんとかった時は結構鉄槌でいったりします。他に何かあったかな、あいろいろ言い方があるんですけど、ここね、ここ、こういうような形、ゴン、ゴン、砲刀、刀砲、刀と書いて山辺のこの山ね、あんな感じです。刀砲で、また後でテロップつけますけどね、刀砲、これはこうですね、ドンドン、護身術かな、どうなんかな、こう相手をクッと、ね、首のとこ押さえて、さすまたあるでしょ、さすまた、あの警察がこう悪いやつ捕まえるやつね、俺捕まえるやつちゃうで、悪いやつをねゴン捕まえる、あの時に多分そういうイメージだと思います。首のところでゴンってやりますね、ゴン。こんなん脇腹しもしゃあないからね、こそ言葉でやけない脇腹なんかしもしゃあないからね、ここゴンとね。はい、抜き手ね、抜き手、よくみんながこうスイカ割るでしょスイカ投げられてポンって割るでしょ、これは抜き手です。抜き手、これもね、抜き手ですね。ここからピンヤンニーの時もこうグッとやるでしょ、ね、これ抜き手です。4本の指が相手の目にグッと刺さるようなイメージですね。まあその解釈はね、いろいろ人それぞれなんですけど、2本指でね、こう2本抜き手、ビャン、指がこうボンって入れればどっか目に入るっていうことですよね。抜き手です。でお腹をグンと刺したりする。なかなかこれで攻撃するやつおらんけどね、試合で使ってるやつ見たことないです。あと難しいのは、こけんとかね、こうこうするですよ、ヤンツーとかで。これのここがね、ちょっと難しいんですけどね、こけん、全部こけんやと思ってたんですよ。あとで調べときますけど、ここはね、ここで使えるこけん、こけんじゃないな、これで相手をゴーンってつつくね。まあ肩でよく使ってますよ、ヤンツーとか、テンションですね、テンションでも使いますね。これで相手をボーンとつく。でここは、ここはでもバーンと叩くね。でここはボーン、これはこういう風な感じでドンと、ね、相手の顎をバンと打ったりですね、まあ、これさ、これあと今度ね、正拳を握ってですね、ここから中指を立てるね。うちの子供たち2年生ぐらいの方はほとんどこれできます、言えますからね、すごいですよ。うち2年生ぐらいの子、3年生ぐらいの子は全部説明します。4年生、5年生だったらまた忘れおるんです。ほとんど言えますよ、本当に。えらいです、うちの子は。でも5、5、6年生だったら、こんなんない。お前言ってんやないか、昔から何回も。何年おんねん、言うて怒ったら。これで、ダーン、これ効くんですよ、これ。相手の脇腹打ったりね、ここ打ったら痛いですよ、これ、これ。ね。はい。中高一本拳。これが人差し一本拳ですよね、人差し一本拳。まあ簡単に言えば、そのままですけどね。人差し一本拳。人差し一本拳ね。これは北斗の拳やな。他何かあったかな。あ、これは商品拳です。ね。中田が一本拳でしょ。首藤もやったね。まああと、ここ、小手。ね。よくあの剣道で叩かれてるんです。表小手。こっち裏小手ですからね。こっち裏小手。表小手ね。うち小手通やつおるけどね、これは表で、あとこれしっぺ、しっぺで、これ加藤ちゃんぺね、しっぺ引くんですよ、実はこれ。組手するでしょ、組手よ、お願いします、構えてって、ここ空いてるでしょ、ここね、こうなんか触り持ってね、しっぺパチン言うでしょ、ここね、パチンやったら痛っって相手言います、痛って必ず痛って言います。大体技ありです。正拳ね、縦拳ね、これは下突きですけどね、裏剣はこちら鉄槌ね、
ですね。で中高一本拳、人差し一本拳、まあ抜き手、ね、抜き手ここですね、抜き手、二本抜き手、一本抜き手とかありますよね。まあ手刀はここです、さっきのね、手刀をね、ここ、ガン。背刀はこっち側ですね。この手を、今度はこういう風にした状態。ね、この三角形のところで、ガン。これが背手。背手ね、背手。なんでやねんのとこが背手です。背手ね、背手。背手。あんまり使わないのかな。まあ、こう、さばいたりするのかな。で、こっちが、小手ですね、小手。刀法。これ言い方が他にあると思うんですけど、刀法。ね。あんたや。こんなことしちゃう。砲塔ね、こっち側ね、砲塔。さすまたですよね、さすまた。勝又ちゃうで、さすまたね。あ、これ肘ね。これ肘、誰でも知ってる肘。これはまあ、使い方によって鉛筆って言いますね。鉛筆。猿って書く、猿。鉛筆。これはもう変わらわったりね。そんなもんでしたっけ。あと、この古剣のね、この3つね、ここと、ここと、ここの説明はね、テロップに流します。全部古剣や思ってました。こうやってここで叩いてる思ったらまたちゃうんで、ね、こっちはこうやって、ね、こういうふうに、ね、するでしょ。こういう型でね、うっとこれの時とこれの時とまた違う。これは小手で落として引っ掛けてこうっとね相手を押していった。次回は立ち方とかね、足がちょっと最近ね新しくなってちょっと形がね、形とか角度が変わったりしてますんで、なかなか説明して追ってるのかどうか分からへんからね。まあ間違ってたら各先生に聞いてください、皆さんね。はい、あの人間違えてますよって言われるかもしれないです。はい、まあまあこんな感じです。はい、以上でした。今日はそういう講座的なねもんでした。今道場でね、私こいつを2人でずっといますから、はい。これは維新が自分で散髪しようっていうけどね、維新そっくりでしょこれ。自分に似てくるんやろな、散髪とかしたらね、これ見てそっくりやもん。最近大きくこんな頭しとるけどね、こんなもうちょっとおかしいでしょこれね。今度ちゃんと書いてないやつでやります。今なかったんですよ、誰か持って帰りよったんですよ。あと2つぐらいおったんだけどね、どっか行ったんですよね。はい、そういうイメージで、皆さん空手の勉強でした、ね、間違ってたら申し訳ないです。はい、まあようこんなもん全国ネットで配信するわ俺もね。よし、以上です。今日は木曜日ですけど、木曜日やな、休館して、またね、2回目の休館して、緊急事態宣言が出てですね、1日目かな、2日目なのかな、うちはね、まあ、木曜日、この道場としては初めての1日目の休館の日です。はい、一応17日までね、17日までうちは様子見ます。はい、でそこからまたね、1ヶ月、5月6日まで、今ちょっと市とかね、いろんな人に確認してます。はい、外でやってもいいもんなとかね、人が集まらんようにね、多少の人数で外でこう太極拳みたいな感じでちょっと離れてねやればいいのかどうかね、まあ全部自分らに任されてるんですけどね、まあ、道場ではちょっと今17日は休館させていただきました。はい、まあこれは皆さんね考えながらやりましょう。以上です。おっす、次回は足技だと少ないんでね、立ち方と足技をねやらせていただきます。よかったらよろしくお願いします。チャンネル登録ねしてね。